会津藩男さん、昨日ボクシングでリゴンド対カシメロの試合をご覧になりましたが、まだ見てないんだよ。賛否ある判定でしたが、カシメロの勝利でした。どちらにせよ、井上には勝てないと思いますが、武井さんが思う現在のバンタム級は誰が最強だと思いますか？僕は井上だと思います。井上尚弥一択です。はい。でもやっぱり尚弥がこの間勝った、ドネアの若い頃が、俺は、まあ、強かっただろうなと思いますね。ドネアの若い頃。だから若い頃のドネアとナオヤがやったら、どんだけハイレベルな試合になるのかなっていうのが、すっごい見てみたい対戦ですね。ドネアがあと10歳若ければとかね、ずっと思うね。でもやっぱあの年でもフルラウンドナオヤと殴り合って、KO されない、やっぱりドネアの凄さっていうので、ナオヤを顔面骨折させてフック一発でみたいな、やっぱあの強さってやっぱりすげえなと思うんで、人格もいいでしょ。ああいう人がやっぱチャンピオンでいてほしいなって思う。でも、ナオヤの人格も素晴らしいから、ナオヤはアスリートとして本当に素晴らしいアーティストと思ってるアスリートなので、もう世界最強のボクサーになってほしい。もうパウンドフォーパウンド、誰もが認める1位。このボクサーが、史上最高のボクサーだって言われるところまでたどり着いてほしいなって思います。勝ちたかったら登録しとけい。